こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はヤフオクで仕入れをするときのですね、注意点、ヤフオク専用の銀行口座を作りましょうというお話です。最近ですね、ヤフオクやってる人の、銀行口座が凍結されるという事例が増えてます。これね、疑わしい取引の口座を凍結されてるんですけど、はっきり言って、この基準とですね、ヤフオクのその実績を見ると、すでにヤフオクをやってることが疑わしいというのが、極論すれば言えてしまうわけですね。で、細かい説明は省きますけど、ヤフオクでまず商品を売るというのは全くお勧めできなくなりました。わざわざね、そのめんどくさい思いして口座凍結のリスクもあるというのを考えると、ヤフオクで売れるものってのはごく一部の特殊な限られた商品だけ。あとは基本的にアマゾンで売れますんで、ヤフオクでは売らない方がいいです。ヤフオクでは売らないと。それからもちろん怪しい出品者とは取引しない。ね。売っちゃうとね、怪しい落札者と取引しないってわけにいかないんで、売るのはやめた方がいいです。それと、凍結されてもいいように、専用の銀行口座以外使わないと。ね、普段使ってて給料が入ってて、公共料金も払ってて、クレジットカードも引き落としてるなんて口座が凍結されたらですね、正直目も当てられないです。で、これ解除するのに弁護士に依頼すると、弁護士に依頼するってことはすなわち、黙って30万は払わなきゃいけないと。結果がどうあれですね。いうことになりますんで、使ってない口座をヤフオク専用の口座にするとかね、ヤフオク専用の口座を1個作るとか、いうのをお勧めします。ヤフオクで銀行口座が凍結されないたびに、ヤフオク三内運動というのを推奨します。専用の銀行口座以外は使わない。ヤフオクでは物を売らないと。怪しい出品者とは取引しない。また個別の件についてはですね、ご相談ください。何しろ、ヤフオクで取引しているということは怪しいと、ね、見られてもしょうがない、状況になってます。私もね、トラブル口座リストの数を見て、さらにね、金融庁のこの、疑わしい取引の参考事例を見て、これオークションやったら無理じゃんというふうに思いました。そんなわけで、ヤフオクで銀行口座凍結されないために、売らない、そして専用口座を用意して、取り組むと。で、出品者が、確実にショップだとか、こういう人だなと、わからない出品者については、入札前に私にご相談ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。